あれは竜、やっぱりここにいたんですね。ああ、ついに奴の喉元に手が届く場所まで来た。ここから先は竜の領域、踏み込むには覚悟が必要だぞ。そう言われましても、あの、こんな時に聞くのもどうかって思うんですけれど、ユーリさんはどうして竜を倒したいって思うんですか？本当にこんな時にだな。まあ、お前らしいが、奴の爪はこれまで多くの人の命を奪い、口から吐く炎はいくつもの町を焼いてきた。町の人たちを守るために戦うってことですか？いや、害獣駆除は漁師の仕事だが、だから竜に挑むわけではないと思う。俺は英雄ではないから、何かのために戦うというのも違う。そうだな、理由は特にはない。ないのに戦うんですか？漁師の村に生まれた俺は、子供の頃から漁師を見て育った。村にはしきたりがある。すべての生物の頂点に立つ竜、それを買った者こそ真の漁師である。しかし実際は違う。枯れるかどうかわからないものを追う者はほぼいない。漁師には生活があるからだ。それに守る者もある。ユーリスさんにとってはナナカちゃんですね。そう、それでもかつては確かにいたんだ。俺の一族は竜を狩る者だ。そんな先祖の昔話を聞かされて、いつしか竜を狩ることが夢になっていた。奴を狩ることに理由はない。ただ俺は、俺の夢にケリをつけたい。お話聞けてよかったです。少し覚悟決まったような気がします。そうか、では行くぞ。ここなら何か見つけられそうだ。早速。やっ、こうして直接相まみえるのは初めてだな。俺はウラクの子、ユーリス。お前を狩る者だ。ハリウドとしてどちらが上か、ここで決着をつけよう。あの、盛り上がってるところすみません。私は何をすれば。臨機応変に動け。殺されるなよ。やってみます。この戦いの先に私の求める答えがあるか見極めさせてもらう。ユウ、もしも答えを持っているなら、それを私に教えてくれ。大丈夫だよ。
これまで無数の命を食らってきたリュウは、その命を今天に返した。命は巡り、また新しい息吹となって受け継がれている。狩る者同士の戦いは俺の勝ちだな。まあ恨むなよ。いずれは俺もそちらに行くのだから。これでリュウの恐怖に怯えてた人も安心して暮らせるようになりますね。お手伝いできてよかったかな。アーシャ、本当は戦いの前にお前に言っておきたかった言葉があるから。ありがとう。共に戦う決心をしてくれて感謝している。面と向かって言われるととっても照れくさいですね。ああ、実のところ俺もそうだ。気安く言葉にするものではないな。お前と行動を共にするようになり、俺を取り巻く環境は大きく変わった。おそらく俺一人でここまでたどり着けなかったに違いない。そう言われるとますます照れてしまいます。ユーリさん自身の力がほとんどですよ。私はほんのお手伝いをしただけで。いや、お前に導かれて俺はここまで来ることができたと思った。もし一人だったら、狩るか狩るまいか、ひたすら悶々としていただけだろう。信頼して共に戦えるお前がいたからこそ、俺の目的は果たせた。ただ、なんだかそれって、これが最後みたいに聞こえます。最後にするつもりなどないさ。狩りはこれからも続く。今を生きる全ての命に感謝を捧げ、家に帰ろう。そうですね、ナナカさんもみんなもきっと待ってますもんね。この戦いに私の答えはあったのだろうか。
どこに行こうかな。